皆さんこんにちは、オルトナイチャンネルライザです。ウィン渋谷さん声が出てない朝だからさあ、ということでただいま、オルトナ広島にいるんですけど、今から呉市に日本一巨大のジャングルジムがあって、ちょっとそこにね、今から行くってことで、これね、かなり巨大、画像で俺たち見たんだけど、これがね、どれくらいの大きさかっていうと、幅が15メートル、高さが13メートル。回りづれー。これはね、まあ、本当ね、ビルだね。もうそれくらいの高さと言ってもいいかもしれない。で、子供たちの人気スポットで、よくここでね、鬼ごっことかしてる子が多いらしいです。人いるのかな、どうなんだろうな。ということで、今からそちらに向かいましょう。さあ、ということで、ただいま地元の少年たちに会いました。どうもこんにちは。こんにちは。高校生。はい、どうも。いや、どうですか、ここら辺の島の魅力は。景色がいいところですかね。だよね。これね、どういう遊びして育ったの。サッカーとか野球とか、うん、まあ一般的な、まあそうだけど。あれ、ジャングルジム知ってる。はい、でっかいやつ、はい、あそこよく行くの。たまに中学校の学校行事とかで。学校行事で行くの。そうですね、遠足みたいな感じ。あ、そう、え、そこに遠足に行くの。まさきの周りめちゃくちゃ虫飛んでるけど。じゃあもうここの島の住民だったら全員知ってる名物スポットみたいな。まああれはそうです、ね、あ、あれか、あれ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 か、あの遠くに見るかなりでかいのが。じゃあ最後一番好きな YouTuber 聞いとく。あ、そうだね、これはね毎回必須で聞いてるからね。もう正直に、もうこれ自分の心に正直に、せーの、オルタナチャンネル、ありがとう。さあ、ということで巨大ジャングルジム到着しました。広島市から車で2時間ぐらいかかった。そうだね、ここすごいよ。なんでこんなところにこんなスポットを作ったのかっていうね。見晴らしのいい絶景のところに巨大ジャングルジムがあります。さあ、それでは行きますか。巨大ジャングルジムがこちらです。ダダーン、でかっ。これはでかい。ジャングルジムじゃないよこれね。後ろに下がんないとね、入らないんだよ全体像が。工事現場だよこれ。工事現場だまだ入んない全体像が。これ下がって下がって下がって、これでようやく全体像が見えるくらいかな。この高さだよ、やば。これはやばい。だけどさ、これ上登ってみたら多分ね、景色めっちゃいいと思うんだよね。あー、相当いいですね。かもしんないね。じゃあ早速登ってみるか。中これやばいでしょ、もう。あれ、手入れされてないのかな。多分だからもう作ってそのままなんだろうね、結構。ちょっとね、サビもあるもんね。うん、じゃあ中入っていく。うん、どっから入んだろう。いや、入り口があるんだよ、これ。こっちだ。よし。あ、こういうところを登るんじゃなくて、階段がしっかりあんだ。階段になってるんだよ。あ、ほんとだ。すげえ。やば。迷路見たくなってんじゃん、中。確かに、こっからの景色やばい。入り組みすぎ。あ、まだあるよ、上。なるほどね。いろんな道があるんだ。いろんな道がある。だから、子供たちに鬼ごっこで人気なんだよ、ここ。うわ、まだあるよ。まだてっぺんは遠い。まだある。うわ、いいよ、見晴らし。やっほー、やっほー、やっほー。よいしょ。じゃあ行き止まりだ。行き止まりなんかーい。ね、ちょっとさ、こうへこんでるの怖くない。確かにちょっとね、へこんでんだよ。ちょっとこっちから行こう。お、気をつけて。よいしょ。え、危なっかしいな。挟まんないでよ。え、これどう行くの。行き止まりやん。変なとこ来た。あ、だからちゃんと道を通っていかないといけないかも、上までは。あー、塞がられてんだね。うん、怖っ、これ落ちたら死ぬよ。だってよく作ったな、これを。よいしょ。まだあるよ、上。ここがだいたい8号目ぐらい。てか観光客、俺たち以外誰もいないね。ここもうちょっと人気スポットなのかと思ったら、超レアスポットだった。超レアスポットで新スポットで、これがラスト。うん、おい、揺らさないでくれ。俺高所恐怖症なんだから。向いてないじゃん。おお、来たー、山頂。怖っ、これは怖い。え、ちょうどお昼のチャイム。なんかしっとりとしたメロディー流れてるし、なんだっけこの歌、 TM レボリューションみたいな夏メロ流れてる。こっちもあんだよね。ほんとだ。なんか愛のメッセージ叫んどく。やだよ、そういうスポットじゃないだろこれ。子供のなんか自分の思いをさらけ出しなよ。いいよ、叫んでいいよ。広島のみんな、愛してるじゃけんの。また来るからね。返事がないな。上何があった。いいよ。え、あれ、ちょっと待って、怖い。廃墟みたいなとこじゃん。え、なんかあっちにあるよ。え、急に何、
ちょっと怖いね、廃墟スポットみたいになってんじゃん。だからあんまりここ来ないんだろうね人。やるこれ景色は壮絶にいいけど、こっちシュールだな。ここまで来てこれやるこんなね景色がいい乗り物ないよ。あ、こっち一応グラウンドみたいになってんだ。あー、ここは昔野球場だったのかな。今はあんまり使われてなさそうだけど。なるほどね。ということで、はい、まあ、せっかくなんで、うん、鬼ごっこしますか。鬼ごっこしよー、真夏の炎天下の中鬼ごっこしよう。まあただ、うん、結構ね道が決まってるから、うん、まあ、捕まりやすいんだけど、うん、まあ、どっちが早く捕まえられるか。そうだね、うん、でここの道だけ OK にしよう。横の道。そう、横のこっちからまっすぐ行って、うん、この上上がってくる道があるんだけど、ここだけ OK。 なるほどね。ジャングルジムだけだとちょっと狭いというか、うん、意外に道がないんで OK。 よし、鬼ごっこ行きますか。よし、 OK。 安全には気をつけて。そうだね、怪我だけはしないように、うん、死なない程度にやりましょう結構ガチじゃん行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こっしょ。どっちがいいんだろう。先に逃げます。先に帰る。いや、帰りはしない。東京に帰りはしないけど、先に逃げ回る。先に逃げ回る。うん、オッケー。よし、タイマーアタック制で。オッケー。よし、じゃあ1分間で探しに行くわ。探しに行くっていうか、うん、1分間で捕まえに行くわ。オッケー。じゃあそれで行きますよ。行きます。あー、よーい、スタート。いやー、きつそうだなこれ。よいしょ。まあ、こけないように。こけたら絶対痛いからね。そりゃそうだろう。あんとね、逃げ場がやっぱり一本道しかないから、上の方はやっぱり行くしかないんだな。よしよし、上の方行ってる。上の方だと、あの、二手に分かれた階段と、あと道があるんでね、そこでちょっと待機して、待ちたいと思います。ジャンパー、ジャンパー。いや、めっちゃ聞こえてるよ。30秒経過。やべ、ね、そうだな、ここだな。ここだと二つの道があるんだよ。ほんとね、こうやって向こうから来る道とこっちから来る道。さあ、そろそろ行きます。で、あと階段でこっちからとこっちから。10、9、8。だからこっちで渋谷が登ってきた時に二手に逃げたいと思います。スタート。それでは探しに行きます。よーい、スタート。よし、どこいる。見えない、意外に。とりあえず上行こう。やっぱね、上に来るだけでも結構時間かかるから、ここで時間かかる。意外に見えないな。上に行きます。よし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 。え、どこ。いない。意外にいないぞ。あれ、どこだ。リー君の対決。よしよし、こっちさあ、ハサミ撃った。さあ、どっちか、どっちか。いやー、抜けられなかった。抜けられなかったな、今。ということで、くそ。1分30秒。1分30秒。あそこ抜けて、もうこっち側に抜けようと思ったけど、手がタッチされた。疲れるねこれ。しかもカメラ持ちながらだから結構大変。足元も結構不安定じゃん。体力使うわ。じゃあ次俺。よし、行こう。さあ、それでは続いては俺側に、はい、それでは1分いきます。よーい、スタート。よし、やべえ、体力削られてる。もうこの1分の間に休まないとダメだ、体力が。どうしよう、逆にここら辺とかあるやな。逆にもう下ら辺で攻めるか。逆に下にいる先で。あ、でもやっぱ上の方がいいな。上行こう。上まで行って時間稼ぐのが一番無難だ。はい、30秒経過。早いよ。いや、今回勝ちますよ。1分30秒でしょ。多分ね、上の方に行くと思うから、もう一気にそこまで駆け上がる。よいしょ、こっち側から音がする。よいしょ。さあ、10秒切りました。5、4。やばい。1分。さあ、それではスタートです。よし、行こう。ゴゴ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 。いた。あそこにいる。とりあえず登ろう。あー、いた。
はい、停止。記録47秒です。まさかカメラ置いていってるとは思わなかった。いや、新たな手だね。確かにカメラ持ってたら上に登れないんだよね。だから置いてくっていう手を使ってた。久しぶりに運動したからゲボ吐きそうこんな綺麗な海の前でゲボ吐かないでください。寝てく俺気持ちよさそう。